皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座、主に消費者行政法律分野2021-2022担当過去問解説編ユニット1の講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。じゃあ皆様用意してほしい教材を申し上げます。まずこちらですね。はい、番号の方がですね、こう見ていただきますと XU239052 になります。アドバイザー試験の、択一ですね、2021-2022年の過去問集になります。問題が載っているやつです。それから今からやるのは法律分野が消費者行政法律分野になりますので、こちら、いいですかね、はい、XU239062 になります。こちらの方の解説中ですね。それから一応お手元に使うか使わないかは別として、はい、1と2ですね、こちらの方用意してください。メインで欲しいのは、はい、過去問集ですね。過去問集いいですかね、はい、905、それから、解説集の906ですね。こちらの2冊、これがメインになります。はい、よろしいでしょうかね。こちらの方ご用意ください。で皆様ですね、申し訳ございませんけれども45分で、お話しさせていただきますので、問いの1から問いの12になります。ピックアップさせていただきます。全部は取り扱いできませんのでピックアップさせていただくという形になります。でもう時間もったいないんでやらさせていただきます。で過去問集の方にだいぶですね、言葉の方で書かさせていただきました。かなりですね、文章も多めに書いてあります。皆様にはですね、全体構造を見ていただいて視聴していただいてすぐに過去問解いてくださいって申し上げたと思うんで、ですから、どちらかというと過去問解説の方に文章を載せさせていただいて周辺知識もつくような形で、書いてございますので、まあ全部できなくても周辺知識なんかをご自身で読んでいただければいいかなというような形になっておりますので、全部できなかった分については解説集をしっかり読んでいただくという形がいいかもしれません。じゃあまず皆様ですね、ご用意していただきたいのはこちらですね、はい、2020年度の、はい、消費生活アドバイザー試験問題のここ見てください、はい、10月8日ですね、10月8日のものになります。10時から12時の問題ですね。これの問いの1から問いの12の中でピックアップさせていただきます。こちらいいですかね、はい、こちらですねになります。でまずですね、皆さん見てほしいのはですね、問いの2になりますとですね、4ページですかね、これですね、この問題ですね、4ページ、これ投資番号ですね、これ4ページってあると思うんですけど、これですね、問いの2なんですけど、これ自体は聞かれてるのはですね、2020年度の消費生活相談に関連した問題について聞いてるだけです。でここなんですが、解説冊子の方は口頭で申し上げます。皆さんお手元に用意してください。解説冊子ね、お手元に用意してください、はい、こちらの方の5ページ解説冊子の5ページです。今写っているのは問題ですよ。問題の方は写してますけど、解説の方はご自身で用意してください。いいですか、はい、これので、ね、5ページに米印があります。消費者白書は消費者庁のホームページで閲覧可能で、試験に出題されていることから一度してください。今のこちらの問題は消費者白書の中から出ております。でなお2020年度ですね、昨年の問題については令和3年の白書から出てます。したがって皆さんがお受けになる2023年は令和4年の白書を参考にしてください。だから令和4年の白書について少し一読いただければいいと思います。2023年は令和4年版の消費者白書からこのような形の問題が出る可能性が高いということになります。これ相談に関する、いいですかね、そこ間違いないです。令和5年じゃないです。これね、問題の作成するタイミングがあると思うんですね。だから令和5年の、を参考にしてたらは問題作るのに間に合わないわけです。だからは令和今度4年版をご覧くださいと。だからこれはこの試験ですね、昨年の場合は令和3年の白書から出されているから、今年については令和4年の白書をご覧くださいということになります、はい、で法律についてはね、少し深くやらなきゃいけない部分もあるんで全てやれませんのでね。じゃあ今度はですね、問題の5をですね、これを見てください。問いの5になります、はい、問いの5ですね。今画面の方映ってると思うんですけど、問いの5こちらですね、はい、
6ページのところにある問いの5、こちらについて解説の方を少しやっていきます。こちらですね、問いの5。今皆さん分かりますかね。皆さんこれ見てください。で、解説冊子は11ページになります。解説冊子は11ページになります。いいですか、解説冊子11ページ、ね、で、マルカペケカとかですね、いうのは私言わないことあります。書いてありますから、はい、よろしいですかね。で、まず気をつけください。問いの1ですね、一応ペケなんですけど、これ2行目気をつけくださいね。情報の質量及び交渉力の格差ですからね。で、これ11ページの解説冊子の真ん中ぐらいよりやや下に参考までにって書いてありますけども、消費者契約法も1条で消費者と事業者との間の情報の質量及び交渉力の格差っていうような文言ありますので、いずれにしても経済力の格差ではないです。このようにですね、非常に細かいところをですね、このついてくる場合があるんだけど、ここももうお題目のような感じです。消費者と事業者との間には情報の質と量及びね、あと交渉力にも格差があるよね。これは消費者基本法だけではなくて消費者契約法にも書いてあるよねってね。で、消費者契約法に書いてあるっていうのは11ページの、解説集の方ですよ。解説集ですから皆さん大丈夫ですか、906ですよ。 XU23906 の方の真ん中ぐらいよりやや下に参考までにって書いてありますので、まあ、そちらの方をご覧くださいということになりますね。一番ペケという形になりますね。はい、よろしいでしょうかね。はい、で、問いの5の2なんかはどうでしょうかね。これ丸なんですけど、差し止めですね。これは内閣総理大臣が認定する消費者団体ということになります。変なところの消費者団体とかダメですからね、できませんからね。だからこれ丸ということになりますね。で、3番やなんかもどうですかね。問いの5の3ですね。ケネディ大統領が4つの権利、はい、その後消費者教育を受ける権利は、これフォードさんですから、この場合は違いますよね。フォードさんですからね。これ13ページの解説させてもらいます。その後さらに CI が3つの権利を付け加えて8つにしたということですから、この辺のところも知識を抑えていただければというふうに思います。あと消費者基本法の国の責任についてという話なんですけども、これが問いの5の4ですね。で、国の責務って書いてあります。国のやらなきゃいけないことですね。これはね、教科書一応見ておきましょうが、解説冊子にも書いてあるんですけども、教科書一応見ましょうかね。今わかりますか、どこやってらっしゃる、やってるか、問いの5の4です。問いの5の4をやってます。じゃあこちらの方ですね、公式テキストご用意してください。公式テキスト、はい、この見ていただきたいのが101ページです。公式テキスト101ページね、こう見てください。公式テキスト1ですよ。公式テキスト1の101ページですね。ごめんなさいね。公式テキスト101ページ、ね、で、ここが、消費者、基本法になるわけですけども、ここに国の責務、国及び地方公共団体の責務ありますね。で、事業者の責務ある。あと気をつけてください。消費者や消費者団体は責務じゃなくて役割になってますから。責務ではなくて役割になってるのね。あえて書き分けている。そこを気をつけてください。ということで、こちらは丸ということになります。消費者政策をやっていこうぜっていうのですね。これが、丸という形になります。ってことは、問いの5は、はい。問いの5の5は、どうですか。消費者基本法は国及び地方公共団体、事業者団体に対する責務だけでなく、消費者及び消費者団体にも責務を定めていると書いてありますが、ここは今私の方が、皆様に示したように、ここについては役割までは書いてありますけども、はい、いいですね、責務じゃないですか、ね、消費者や消費者団体についてもね、ここは少し気をつけていただければというふうに思っております。